こんにちは、セレクトフキです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、この30のプリウスに誤発進防止システムをつけていきたいと思います。どうぞ。ではね、ちょっと中身を見ていきたいと思います。これが、3S ドライブ。配線と。説明書。これがコントローラーですね。これをダッシュボードの上につけて、まあ、そのシステムのオンとオフができます。これは、まあ、なんかコントローラー、ユニットなんで、どっか見えないところにつけるんでしょうね。では、これを取り付けていきます。はい、そしたらね、車速信号を取るのと、あと電源取らないといけないんで、まあ、ナビ周りをバラしていきます。おお。これビスなかったっけ？次こっちかな？もう忘れたわ。へぇ。あれ？どっから来るんかな？これ間違いよな。これ多分一体で乗ってます。おお、こんなんやったか。はい。ここが折れそうやね。怖い。よし。ああ、10ミリがいった。磁石が弱い。あれ、これこっちも取らないかんか。取って。よっしゃ。したらね、この裏から、電源とか、車速を取りたいと思います。はい。車速の線と、電源線とアース、ここから取りました。あまり詳しくやってもね、この部品自体は、車屋さん、提携してる車屋さんにしか出ないんで、個人で取り付けは推奨してないみたいなんで、まあ、この辺は割愛したいと思います。で、電源取って、まあ、あと、アクセルのスイッチ。要は、アクセルをバーンって踏んだ時に、ブンって発進しないようにするんで、アクセルのセンサーから、こう、分岐して取ると。あと、電源やらアースやらを、まずコントローラーを、この、
足元にねつけていきたいと思うんで、ここから線を落としていきます。 OK。 はい、そしたらコントローラーに配線を挿していきます。そしたらあと配線束ねてアクセルスイッチのとこにこれを分岐したら完成です。よし、よし、両面テープでカプラーを入れたら、細いカプラーやな。え、着きました。取り付け自体はねこれで完成です。さあ、あと今から設定をしていきます。アクセルの回路とかを設定していくみたいなんで、とりあえずやってみたいと思います。はい、取り付け完了しました。本体はねこっから配線出してこんな感じです。ちょっとピラーの横からね出そうかと思ったんですけど、配線が太いんでもうこっちの手前からにしました。で、こうスイッチを入れてると、黄色のランプついて緑が点滅で、切ると緑点灯ですね。で、これをしてると、通常の状態で入れるとこのシステムがオンになります。オンになった時にかけてる状態で、パーキングでサイドブレーキも引いてます。じゃあアクセル踏んでみます。踏みます。これが急に踏んだ時に、エンジンを、アクセルをオンにしてないっていう状態ですね。では実際にやってみます。よいしょ、ドライブ入れてパーキング解除して普通にゆっくり踏むと進む。で、アクセルをグッと踏みます。ブレーキと間違ったぐらいグッて踏みます。いきます。進みませんね。これが誤発進です。誤発進抑制装置ですね。バーンって踏んだ、まあ、ブレーキと間違えて踏んじゃうんで、ブレーキ踏むっていうくらいでアクセルを踏む、その時に全然進まないですね。まあ、これ最近の新しい車はついてるんですけど、この30なんかはついてないんで、すごい有効なんかなと思います。そしたら、ちなみに比較でスイッチをオフにしてアクセルを目いっぱい踏んだ時にどうなるかをやってみます。いきます。はい、すごいトルク。これね、あの駐車場とかで間違えたら絶対ロケットみたいに飛んでいきますよ。今の見ましたよね。もうすごい、今下がちょっと砂利なんで、砂利噛んでるんでタイヤ空転しましたけど、普通のアスファルトだったらね完全に飛んでいきますね。これはすごい有効だと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもねこの参考になる動画をどんどんアップしていきますんで、ご視聴よろしくお願いします。よかったと思ったらグッド評価とかチャンネル登録コメントお待ちしています。バイバイ。
Tracking.